佐藤かなのチャレンジ企画、略してかなチャレ。皆さんこんにちは、インスピリステニスクラブの佐藤かなです。こんにちは、インスピリステニスクラブの石井智明です。本日のかなチャレはですね、私が企画させていただきました。お持ち込み企画、はい、石井さんにも一緒にチャレンジしていただきたいと思います。そうですね見てるだけでも別にいいですけど一緒にやっていただいて、はい、あの以前やった選球ラリー覚えてますか？そうですね、あの私が持ち込んだですけどもう二度とやりたくないです、はい、あれはかなり達成感がありました。達成感ありましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの今回は、はい、選球ボレーボレーをやっていきたいと思います。いやバカなの。いや選ラリーでさもう死にそうになっとったなりましたよ、はい、もう意識遠のきましたよ遠のきましたよね。遠のきましたけど、なんでそれでボレーボレーやるんですか？なんかボレーボレーパン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 で終わりそうだなっていうバカなの続けるの難しいじゃん、その難しいですか？難しいでしょ。やめときますか？やめときます。いや考え直してもいいと思うんですけど、はい、本当にやりますか？本当にやります。もう今日は心に決めて来たんで。選球ボレーボレー、はい、あ、じゃああれですか、ショートバウンドとか OK なんですか？いや、ショートバウンドはダメなの。ギリギリ OK です。ギリギリ OK じゃあ、ショーバン系もまあちょっとワンバンして返したとしても、まあミスしなければそうですね、ゼロにはならないと。はい、よろしくお願いします。はい、行ってみましょう。あ、もう待ってください。
かなちゃれ。チャンネル登録終わったら他の動画見てください。